ああ、ゴンド、ちょうどいいところに。何かあったのか？ああ、つい先日のことなんだが、でかいモンスターに襲われた部隊があってな。でかいモンスター？そうなんだよ、そいつにやられちまって。そりゃあモンスターなんだから、でかいのぐらいいるんじゃないか？なあ。ああ、でけえのなんて何度も見てきたぜ。で、モンスターに襲われて逃げ帰ったってか？情けねえ。違うんだ、そいつはたった一匹で襲ってきたって言うんだ。造兵局の鹵獲部隊がフォーギス地方で襲われてボロボロになって帰ってきた。ほう、たった一匹とは見上げた根性じゃねえか。でかいとはいえ一匹ってことはお前たちが油断してたんじゃねえのか？ない話ではない。隙を見せればモンスターは一気に襲ってくるものだ。そうじゃない、その見逃されたっていう話だ。なあ、見逃された？モンスターにか？あ、そう聞いている。部隊の連中を執拗に攻撃することなくそいつは立ち去ったらしい。面白い話だけどよ、ヨタかもしれねえな。俺だって信じられねえよ。でもあいつらが冗談を言うとも思えねえ。襲われたというのは本当だろうけど、見逃されたというのが理解できない。そんな習性を持つモンスターがいたのか。とにかくこのことでゴンドウに相談しようとしてたんだが、ちょうどよかったよ。いいぜ、見てきてやるよ。ケツを拭いてやんのも私の務めってやつだ。体がなまってねえか確認しておきたいぜ。そういうことなら相手になってやろうか。この辺りのはずだけど。噂は尾ひれがついてその話題自体が大きくなりがちだ。当たり前だろ、モンスター一匹に負けるなんて情けねえ。私もそんな暇じゃねえんだ、てめえらで解決しろって話だろ。あんなに気にしてたのに。興味はあんだよ、うちの連中をボコボコにしたやつがどんなのかをよ。ヨタ話だったらそれでいいじゃないか。どっちみちぶっ飛ばせばそれで脅威は去るんだろ。簡単な話だぜ。いいこと言うじゃねえか。こういうのはシンプルじゃなきゃいけねえ。でけえのがいりゃぶっ飛ばす、そうじゃなくてもぶっ飛ばすな。なと言われても。ここまで来たんだ、細けえことを考えるよか、わかりやすい方がいいだろ。そうだな、今は細かくどうこう言うより調査することが大事だ。ねえ、あれ。満身創痍って感じだな。おい、お前ら生きてるか？なんだお前たちは。何があった？化け物に襲われた。なあ？化け物だ？俺たちはアグヌスのコロニーと戦っていたんだ。その時割って入ってきやがった。必死に逃げてきたが、うちもあっちも壊滅状態だ。どこで戦ってたんだ？私たちもそいつを探してんだ。風なりの同門だ。気をつけろ、あいつは波のモンスターじゃねえ。行ってみようぜ、あの噂のやつかもしれねえ。
囲まれているな。あいつが噂の？わからない。でも助けよう。ああ、助かったよ。あんたらは？通りすがりだ。あんたらのお仲間らしいやつにさっき会ったぜ。そうか。あいつら逃げ延びたか。情けねえ。あんなのにやられるなんてな。違う。俺たちはお前たちが倒してくれたやつらに襲われる前、でかいターキンと戦ってたんだ。あ？じゃあ何か？ターキンにやられて満身創痍だったってか？確かに今のも大きかったけど、うん、強かったけど、そんなにって感じだったね。くっせ、あいつさえいなければ。俺たちはすぐに仲間と合流する。すまなかったな。たく、骨折り損じゃねえか。なんだよでかいターキンって。そもそもターキンがこの辺りに生息しているとは思えないが。簡単に見つかるもんでもないのかもな。じゃあどうする？戻るか？こんなとこまで来たのにくだらねえモンスター相手じゃな。わざわざ出向いてこれじゃ消化不良もいいとこ。いたぞ！あいつだ！な、追うぞてめえら！逃げたぞてめえ！いいことだよね。先走んじゃねえぞゴンド。この機会を逃す手はねえぞ。格の違いってのを見せてやるか。なんで逃げやがる。いきなり襲われたら逃げるだろ。怖いわ。てめえがでかいターキンだろ。確かに普通のターキンよりでかい。なんなんだお前たち、人のねぐらに土足で踏み込んで。忘れたとは言わせねえぞ。うちの連中をボコボコにしたんだろ。イチャモンですか。なあ、イチャモンだ。てめえがどこの人間か知らんけど、俺は襲われたから追い払っただけだ。最近はこの辺りも争いばっかりだ。いい加減にしてほしい気持ちでいっぱいだ。兵士を見逃したとも聞いたが。ふん、珍しいと言って人間は捕獲しようとしたり攻撃してきたりする。襲われたらやり返すが、誠意のないやつまでは攻撃しない。人を見てやるかどうか決めるってか。お前たちもどうせそうなんだろう。暴力が生むのは暴力だけだ。だから俺も殴られたら殴るんだ。なんだと？てめえいい度胸してやがんな。まあ待てゴンド、話が通じないわけじゃないんだ。それで
あなたはどうしてこんなところに？大したことじゃない。他の連中と折り合いがつかなかったから、住みやすい場所を探しているだけだ。住みやすい場所？そうだ。俺も一人じゃない。お前たちと一緒だ。一人じゃない？てめえ、まさか徒党組んで私たちを襲おうって腹じゃ。お前たちとは違う。俺は戦う時は一人だ。その一人じゃないっていうのは。子供も？俺の子だ。こいつらがいるから俺は住みやすい場所を探している。そうなんだ。だから襲ってくるなら俺も戦わなきゃならない。人間はよく取り見知りをするからな。話しかけようにも逃げられちゃっかな。わなんかよくわかんねえけど、あんたも大変だったんだな。大変だ。隣人トラブルもあるし、食べ物にも困っている。そろそろまた引っ越しをするつもりだ。人間のいない場所で、食べ物が豊富なところに。なんだ、食い物がねえのか。そうだ、俺はグルメだからな。お前の都合かよ。というのは冗談だ。俺の子供たちに食わせるためにもっと食料が豊富な場所に引っ越したいんだ。ついさっきも食べ物を取りに行こうとしたんだ。もしかして私たちに会って。そうだ、追いかけられた。人間はターキンを見たら追いかける習性でもあるのか。散々な日だ。その飯がありゃ引っ越せるってのか。当面の食料さえあればここからも離れられる。だがこの辺りはモンスターも人も多い。引っ越しには時間もかかるだろう。仕方ねえな。私が飯を取ってきてやる。この辺りだとジューシートマトと電キノコがありゃ十分だろう。ゴンド、それまでに引っ越しの準備を終わらせとけ。そこのガキと一緒にな。話せる人間がいるんだな。少しは見直したぞ。あとねじ巻きうどんも10個持ってきてくれ。上から目線で何贅沢言ってやがる。元はてめえが招いたことじゃねえか。本当に行くのかよ。こいつも何か考えがあってのことなんだろう。付き合ってやるぜ。悪くねえ判断だぜ、でかいの。そういうのは嫌いじゃねえ。言ってろ。すまないな人間。助かる。知り合いが増えるのはいいことだよね。だいたい集めりゃいいぜ。ターキンはそこまで数を数えられねえからよ。そうは言ってもね。ジューシートマトと電キノコでしょ。大体で集めちゃったけど足りてるかな。いいんだよ適当で。あいつら大してわかんねえんだから。それだけありゃあのデカブツはともかくガキの分ぐらいにはなるだろう。ゴンドウ、もしかしてあの小さなターキンを気にして。だがあの大きなターキンが嘘を言っているという可能性もある。それならそれでぶっ飛ばしちゃいい。
簡単じゃねえか。それはそうかもしれないが、さっさと引っ越させりゃ今みたいなトラブルもなくなんだろ。人里から離れていれば少しは安心して暮らせるだろうな。じゃあ早くこれを持って行って。あ、やろう。何かしやがったのか。行こう。とにかく早く戻るぞ。目を離した途端これだ。なんなんだお前たちは。ここは俺の巣だぞ。黙れ。貴様を倒さねば我々は帰れんのだ。襲ってきたのはお前たちだろ。モンスター風情が。てめえら何やってやがる。お前たちは戻ってきたのか。大丈夫。どうしてこの子たちを守って。待てよお前ら。別にこいつは。そいつはモンスターだぞ。お前らこそモンスターならほっとけばいいじゃないか。たかだかモンスター一匹に負けておめおめと戻るなんてできるか。ふざけやがって。邪魔をするならお前らもまとめて。やるしかねえな。ちょっと爆発物だ。
生きてるか？ああ、助かった。てめえならちゃちゃっとやっちまえたんじゃねえのか？そうもいかない。我が子を危険にさらす親はいないからな。ああ、そうだな。そっちのターキンは無事なのか？我が子は無事だが。まさか、あなた。腹を撃たれた。ふざけんじゃねえ。ガキ残していくなんて許さねえぞ。今度は。まったくだ。俺もそうなるとは思わなかった。子を育てるのは本当に大変なことだ。だが、こうなったのは俺の責任だ。お前の言うように俺が招いたことだ。襲われるたび相手にしていた俺が愚かだった。人間の相手などせずに黙って逃げていればよかった。ガキどもはどうするつもりだ。てめえが死んだろ。生きることはできる。俺の子はそれほど弱くはない。そこの小さい人間、一つだけ頼みを聞いてくれ。なんだよ、言ってみろ。もし争いのない場所があるのなら、俺の子たちを連れて行ってやってほしい。生きるだけならこの子たちでもやれるだろう。でも戦えるとは思えない。俺のように強いわけでもないからな。もし頼めるのなら。死んじまいやがった。ああ、目の前のやつを助けられないってのはターキン相手でもなかなか答えるな。でも私たちにできることはこれ以上なかったと思う。そうだろうな。おい、お前ら仕事ぐらいはできんのか？仕事って、こうなっちまった以上連れていくしかねえだろう。これも私が招いたことなんだ。君が責任を感じることじゃない。どうすんだよ、行くのか、それとも親父とここにいるか。親父との別れは済ませておけ。ここも安全な場所とは言えねえから時間はあまり取れねえぞ。ゴンド、本当に良かったの？目に見えるものぐらいできればどうにかしてやりたかったけどよ。今生きているのはこいつらだけだ。こいつらが生きたいって言うならせめて少しぐらいはな。そうだね、きっとそれがいい。無様にあがいてそれでも生きていくしかねえんだとよ。出会っちまったヨシミだ、多少は手を貸してやるさ。そっか、
そう楽な仕事でもねえし、簡単に生きていけるわけでもねえ。それでもいいんだな。親父は強いやつだった。それだけは忘れてやるなよ。たくよ、ままならねえな。ボンド？なんでもねえよ。喋れねえこいつらに物を教えんのは楽じゃねえなって話だ。行こうぜ。やることはいくらでもあんだからよ。いい雰囲気だな。関係が変わったみたいだ。